お前、初めからこのモンド人とグルだったんだね。それにそこの金髪とあの会にいた客も全員お前の仲間だろ。お前の家がどこにあるのか、女房と娘がどんな顔をしてるのか、俺は全部知ってるからな。今に見てやがれ。それはどうした。お前みたいなやつなんか怖くねえ。望むところだ。へっ、果たしていつまでそう強がっていられるかな。お、気づいたようだな。どうやらバカじゃないらしい。お前たち二人も調子に乗るなよ。絶対に素性を調べてやるからな。首を洗って待ってろ。申し訳ございません。茶室から出るよう申したのは中で騒ぎを起こさせないためです。どうかご理解を。茶室の2階にいたお客様は全員お二方が着席する前からそこにいました。そしてお二方が離れた今、彼らも全員離れています。お二方は確かにこちらのお客様を罠にはめたのでしょう。気づいてたのか。どんな動機であれ、茶室の場を借りてそのような行為を働くのは我々新オーナーの評判を落とすものとなります。ですが旅人様はオーナーが気にかけておられる方、このようなことをしたのにはきっと理由があるのでしょう。この件をオーナーへ報告するためにもどうかご説明を。やはり慣れない地での行動は主の気を引いてしまうようだ。だがまあ予想してなかったわけじゃない。英雄殿、リーユエで顔が通ってるお前から説明をしてやってくれないか。わかりました。お二方は人助けのためにこれをなさったのですね。この一件はありのままオーナーへ報告させていただきます。ゴー船長、俺が約束したことを覚えてるか。こいつを怒りと絶望に陥れることができただろう。失礼、通してくれ。白という名の容疑者はこいつか。ああ、こいつが五さんの金を騙し取ったんだ。で、逮捕なら現行犯で捕まえるべきだろ。お前、もう金は取り戻したんだ。通報される道理はない。ザレ事、お前は犯罪行為に多く関わっている疑いがある。それぞれの金額は小さくともその数は刑罰を受けるに値するものだ。今回の通報に偽りがなければ罪はさらに重くなるだろう。通報者の中に証人となってもらえる方はいるか。できれば同行して詳細を記録するのを手伝っていただきたい。おお、この件は君も巻き込んでいたのか。であれば一緒に来てもらえると助かる。君たちが証言を提供してくれれば事件の調査もより順調に進むだろう。安心してくれ、時間は取らせない。さあ、お前もぼーっとしてないでついてこい。おい、手は出さないでくれ。そうだ、話をしよう。乱暴につかむんじゃない。ちょっ、ガイア隊長、それにアンちゃん、今回は本当にありがとう。一体どう礼をしたらいいか。礼をする方法ならあるぜ。俺たちはもともとリーユエに旅行に来てるんだ。どこかおすすめの場所はないか。うん、おすすめの場所なら、そうだ、二人は釣りに興味はあるか。大いにあるとも。連れてってもらえるか。お前って本当にせっかちだな。お前って本当にせっかちだな。
いい余興になったな。お前の働きはなかなか大きかったぜ。それにこのラッキーコインもな。そんな心配はいらないさ。なんせこいつは俺のラッキーコインだ。こいつと絆を築く方法は前にも教えたはずだろ。ま、お前はまだ気づけていないようだがな。幸いこいつが合わせてくれたおかげで問題は起こらなかった。それを聞くなら、このラッキーコインに何をしたら意図した通りに合わせてもらえるようになるかだろ。答えはこうだ。コインを投げるとき、俺はいつも心の中でこいつにジョークを言うんだ。で、こいつが面白いと思ったら協力してくれるのさ。だが前提として、俺とこいつがすでに絆で結ばれてなきゃいけない。仮によく知らないコインだったら言うことを聞いてはくれないだろう。確かにあいつがコインの問題について指摘するとは思わなかったぜ。だがまあどうってことないがな。バクトはタイミングを見極めなきゃならない。かけていい時と悪い時、それぞれに別プランを用意しておく必要がある。実はマークをつけに行った時、コインをもう一つ用意しておいたんだ。そうすればあいつはラッキーコインの秘密を暴けない。ただしそのコインを使えば俺たちも結果をコントロールできなくなるがな。だがそれでもいいと思わないか。奴が一歩一歩罠にはまるのを見るのは実に面白い。それに奴が俺たちに与えてくれたチャレンジ性を楽しむのも刺激的で悪くない。自分で招いた可能性につまずくなんて、なんとも皮肉だな。俺が奴と同じ面を選び、お前はそれと違う面を予想し続ける。そうすれば最後は必ず奴が払うことになるんだ。もし仮に俺たちの想像に及ばないような小細工を奴がしてきたとしても、その時はもっと面白くなるってだけの話だ。二人は俺が見てきた人の中で誰よりも賢い。俺はガサツだからな。どんなに考えてもそんなの思いつかなかっただろう。さっきの説明だって聞いても半分くらいしか理解できなかった。だがこんなバカな俺でも一つだけ道理を知ってる。一滴の水のような恩にも湧き出る泉のような大きさでこれに報いるべしってな。赤の他人である俺を助ける価値なんてなかったはずだ。この先もし何か俺にできることがあったら遠慮なく言ってくれ。必ずや報いよ。ほう、どうやら俺に借りを作ったままでいるのが怖いようだな。俺から借りを作ってもいい人間は2種類だけだ。一つは俺の友人、もう一つは俺の情報屋さ。俺の情報屋は頼み事を何でもこなさなきゃならない。お前はどっちになりたい？俺は、ためらったってことは、大方友人になるのは気が引けるが、情報屋になるのも危険だと心配してるってとこか。問題ない。答えを出す面白い方法を今思いついた。コイン投げをしよう。このコインは俺がペンを借りる際に用意した別プランのものだ。俺の言うことを聞いてくれるラッキーコインじゃない。表が友人、裏なら俺の言う通りに動く情報屋。どちらになるか岩の神に選んでもらうとしよう。どっちだ。どっちだろうな。お前はどっちになってほしい？わかったよ。ありがとう。いや、ありがとうっていうのはもうよそよそしいか。さあ釣り竿を。